勝山駅は、福井県勝山市おそわ町日島にある、越前鉄道勝山永平寺線の駅で同線の終着駅である。駅番号は E23。昔ながらの風情のある駅で、映画のロケーション撮影などにも使用されたことがある。入り口の看板には、駅の旧自体である、駅が使われ、勝山駅と記載されている。小荷物の一時預かり書が機能する。 駅舎は1914年開業以来のもので2004年2月17日に登録有形文化財に登録された2013年には内館の一部を建設時の吹き抜けに戻す東海修工事が行われた駅舎に隣接する端式ホーム1線と島式ホーム1面2線の計2面3線を有する以前はラッシュ時を除いて全車が使用されていたが 2005年4月1日のダイヤ改正で1.2番線を交互に使用するようになった。島式ホームの待合所も駅舎と合わせて登録有形文化財に登録されている。3番線は営業列車の発着には使用されず、保線機械などが留置される。線路は駅を過ぎて100メートル先まで続いているが、これは 京福王の駅まで伸びていた時の名残であり、当該区間の廃止後は留置線として使用されている。この留置線を使って夜間対白も設定されていて、停止一目標が設置されている。近辺に駐輪場、駐車場を持ち、無料レンタサイクルも実施されている。勝山市発着の全公共交通機関が駅前ロータリーの勝山駅前停留所を発着している。 駅の北約1 5トルの勝山、市街中心部にあり、市役所からも近いサンプラザ前停留所との間は、いずれかの路線が勝山駅を発着するすべての営業列車と接続している。コミュニティバスを除くほとんどの路線名が行き先となる、郊外地区名を表している。路線名となっていない村岡町へは、コミュニティバスをはじめ多くの路線が途中経由し、 北郷町へは、一般路線バスの勝山大野線の一部が向かっている。駅舎直近が3番乗り場、ロータリー出口に向かって2番、1番乗り場となっている。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、勝山市統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。勝山橋、勝山市の玄関口となる駅であるが、市街中心部とは、 対岸のくずり川の西側にあるため、駅周辺は、大阪特殊合金の工場と駅前商店のみである。市街中心部及び、周辺の観光地に行くには、駅近くのくずり川に架か,かる勝山橋を渡る。慶福時代の1974年までは、勝山から、先の大野市、慶福大野駅まで路線が伸びていた。越前鉄道勝山栄平寺線、快速八坂駅勝山駅。 普通初坂駅一駅勝山駅一部の普通列車は一駅に停車しない。ありがとうございます。